われた大道寺稔氏ですが、今は面会謝絶ということで、訪れる財政界の大物たちも病状を知ることができないとのことで、深刻な状況が続いているとみられています。大道寺氏は戦争中旧日本海軍の高級将校でしたが、戦後 GHQ の占領期の後、歴代の内閣に強い影響力を持ち続けたと言われ、あ、兄貴、連絡しなくては。それより、ああ、今まで何、そいつを話し、話がよ、おやっさんがロウを殺すためにユータを道具にした。で、あんたの話、奇遇じゃの、かし、俺もロウから聞いたが、おやっさんがブラッド、そのうち、もし俺が尾道の秘密を暴こうとすれば、その時はあの人はユータやロウのように、それもロウが言うとるだけだろうが。ああ、わしと松永はほんのガキン頃から、わしらは父親がおらんかったけ、広瀬一家の、それをち、わしらに追え、どうなんじゃ、ロウの話を俺だって信じと、ほいじゃったら、だがもし尾道の秘密を、うちにわしらは黙って親の言う、都合のいいと、わりゃ、なんじゃい、ほうじゃ、わしらの頭、踊れら、表てやき、またお前好きにした、広島や、我も殺す気で来いや。撃ち殺した。じゃあ踊れる、まだ終わっとらんと、引っ込んどれや。違うんじゃ、頭、邪魔が入ったで。本家の連中じゃ。続きは後。じゃが、クルス会長からの使いだろう。あんたが、もういい、そうすれば、今さら、そええんじゃな。本家のわしら広瀬一家がなんぼのもんかっちゅうのの。クルス会長が尾道の秘密を守ろう、ほうみたいじゃの。ほいじゃが、親分を信じているなら、しっ
かりその目聞いちまった疑いを抱えたままずっとあの人を親と呼び続けんのか。広瀬一家の絆は取り繕って守んなきゃ。当たり前じゃ。え、あ、ほいじゃ。でももし親さんが、もしもな、わしは組の子分が親、わしもあんたと一緒に。ただしわ、それが分かった。ああ男にまた踊れも腹で。こいつは牢に託された。ただ問題は、あ、解読するにはお前らの力が必要だ。これが牢から受け取った画像だ。なんじゃこりゃ。牢が渡した暗号ってこれだけか。ああ、この暗号、使われとるアルファベットは JBRN。 使われとる数字は見る限り、ああ、これはもし開示案。わしも例えばこの J7 で何これを解読すると、ほう、あとは開示、この暗号の例えばこんな風に数字でこの開示表をもとに15。ほう、じゃあロ、そういうこと。確かローはもしかしたらその開示表、よっしゃ、暗号に関係しそう。へい、